Ajude o nosso canal a crescer deixando um like nos vídeos. E não se esqueça, inscreva-se no canal. Games BKS agradece.数々の猛者たちによって名勝負を繰り広げてきたキングオブファイターズ、その激闘の歴史には隠された真実があった。伝説に謳われし激闘を今再び。今から1800年前、人類滅亡を目論み全てを無に帰そうとしたオロチとオロチ白血衆は、三種の神器と呼ばれる草薙、八坂に、八田の一族によって封印される。平和な時代が続くかに思われたが、次第に人類が自然の輪を乱すようになり、再びオロチを呼び覚ますこととなる。時は現代、何者かによって精神体オロチの封印は解かれ、殺戮の時代に突入しようとしていた。三種の神器の一族、末裔である草薙京、八神伊織、神楽千鶴はそれを再び封じるために戦っていた。よう、みんな久しぶり、元気か。最近オロチの力を利用して暴れてる奴がいるっていうじゃねえか。ったく、いい迷惑だぜ。くだらん、あの力ルガールごときが扱える代物とも思えんがな。何しに出てきやがった八神。ほざけ。だが今はそれどころではないようだな。今日親父、どうしてここに。さて、洗脳されたな。かくして草薙最終、ルガールとの激しい戦闘は繰り広げられ、ルガールは自ら暴走して破滅し、最終も解放されたのだが、オロチの呪いはまだ始まったばかりであった。 1996年、キングオブファイターズに出場した草薙京と八神伊織は順当に勝ち進んでいた。しかし二人ともあのオロチの陰謀が隠されているとは知る由もなかった。あんた確か俺たち三種の神器末裔の一人だったよな。貴様、なぜルガールを倒したことまで知っている。一体どうする気だ。まさかあのオロチと何か関係があるのか。
こいつを倒すために俺を試したってわけか。そういうことなら話は早えぜ。燃やし尽くしてやる。このゲーニッツはあのルガールの右目を奪いオロチを覚醒させた張本人である。戦いの末ゲーニッツを倒した今日だったが、今度はイオリが暴走してしまう。翌年キングオブファイターズは混沌とした中無事開催されるが、新たなオロチ白血臭四天王の登場とともに泥沼の展開となっていくのであった。誰だてめえら。ほう、残りの四天王とやらか。てめえら何を企んでやがる。俺たちは奴らにまんまとはめられたようだな。今日何、どういうことだ。そう、彼らはこのキングオブファイターズをオロチの覚醒に利用し精神力を手に入れてしまったのだ。そして今日の彼女ユキに転生したクシナダをも奪おうとしていた。この野郎、絶対に許さねえ。燃やし尽くしてやる。なめるなよオロチども。かくして四天王との激しい攻防が繰り広げられ、三人はオロチを倒したかに見えたのだが、おいおい、今度は一体何が始まるんだ。おい見ろ、今日なんと激しい戦闘パワーはついにオロチを目覚めさせてしまう。こいつがオロチか。とんでもねえパワーを持ってやがる。一族の誇りをかけオロチを追い込む今日だったが、倒れたはずのオロチ。しかしその魔の手はまたしてもイオリを襲うのであった。てめえ、ヤガミに何しやがる。ヤガミ。その時八坂に一族の声が今日の魂に響いた。そして今日は八神を血の迷惑から解き放つべく最後の一撃を放つのであった。こうして無事オロチを再び封印した彼らは新たな戦いへと旅立っていくのであった。